待たせたな。誰だっけ、平川さん、平川さん。あら、鈴木さん、もう用事は済んだ？お仕事に行ける？さあ、行くよ。お仕事するよ。はい、仕事に向かいます。お願いね。場所はね、これもしかしてタクシー運転するやつか。怖いよな、飛び出してくるから。急に来よるやろ。お待たせいたしました。いやー、来てもらっちゃってごめんなさいね。なんか博士みたいな。ここら辺は全然わかんないもんで。誰？いえ、あれ僕達也って言って主婦やってるんですよ。テレビとかにも出てるんですけど、知りません？水800円の人だ。あまりテレビは見ないもので。ですよね、テレビとか見なさそうな感じですよね。ね、なんかここら辺で美味しいお店教えてほしいんですけど。あの水炊き？なるべく雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。美味しい店。美味しい店。水炊きの店しか行ったことないぞ。教えてもらった、そう、水炊きの。お、そこでよくね。わかりました。では出します。出します。よろしくお願いします。軽いな。懐かしい、川越シェフだ。懐かしい、川越達也だ。ここですね。ここです。花。へえ、水炊きの店ですか。店構え雰囲気ありますね。雑誌とか載ってそうじゃない？でもこれぐらいの店だったら。それじゃあ行きますか。ええ、私もですか？ケルちゃんも？当然でしょう。もし一人で行って微妙だったら困るじゃないですか。どう困るん？二人の方が困るやろ。はあ、微妙っすわ言われたら、目の前で言われたらそれこそ困るやろ。いらっしゃいませ。ご注文お決まりですか？一番のおすすめは何ですか？おすすめは一番人気の水炊きでございます。なるほどね。じゃあそれください。かしこまりました。研究するんだな、やっぱりな、シェフだから。水炊きでございます。いろんなもの食べないとなっていう。へえ、結構家庭料理っぽい感じなんだね。それじゃあいただきます。達也、どうだどうだ、口に合ったか？達也、おいしい。おいしい、いただきました。これおいしいね。いや、正直ちょっと感動しました。最初ちょっとね、嫌な予感がしてたんだよね。なんかご当地料理ですって言ってどこでも食べれる水炊き出てくるんじゃないかって。いや、もう全く違う。鶏のいいお出汁出てるけど、ほとんど臭みがなくって、いろいろ丁寧に作ってるんだなって感じるよね。ああ、わかるんだね。これはね、参りました。別に任そうとはしてないけどね。ありがとうございます料理長も喜びます。もしレトルトやったらどうしよう。いい店教えてくれてありがとう。はあ、気に入ってもらえたならよかったです。シェフ、もうないぞ俺知ってる店。いや、美味しかった。運転さん結構グルメなんですね。いえ、普段は食事は簡単に済ませてしまうので、あまり。そうなの？そんなのもったいないですよ。 YouTube とかやってんのかな今。料理って不思議な力があると思うんですよ。食べた人が笑ったり喜んだり。あ、いいこと言う。幸せになれるんです。そうね、僕自身シェフやってますけど、作り手の思い以上に料理には何かがあるって思ってるんですよ。そうだね、気持ち一つで普段の食事がいろんな力になるんです。これってすごく素敵だと思いませんか？なんか仕事終わったらあれ食べようみたいなね。あんまり伝わらないかな。あ、そうだ、僕まだこの街いろいろと食べ歩きする予定なんで、暇な時に声かけてくださいよ。美味しいものを楽しく食べるといろいろといいことがあるのを教えてあげますから。なんだ、典型？はあ、また機会があれば。全然乗る気じゃない。キリュウちゃん全然乗る気じゃないやん。来てくださいよ。それじゃあ。
全然やん。知らんわそんなん言うて。あ、能力を強化する知識も。なるほど。バトルを有利に進められるんだって。さて会社に戻るとするか。敵デビルキラー関連かと思ったら全然違ったわ。シェフ出てきた。シェフ懐かしいな。めっちゃ斜めに止めるやん。お、なんだ、ヤクザ。鈴木太一さんですね。あれ、少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。ガチヤクザやん。悪いが忙しいんだ。あれ、あの大吾の仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。大吾の側近の、いろいろやることがあるんだ。やめとけ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか、桐生一馬さん。バレてる。あ、そうだな。怖えよ。何それ。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。いいな、ちっしゃーねえなーみたいな。今のめっちゃ良くなかった。すげえな、ちびるで俺こんなヤクザに、ちょっと場所変えませんか言われたら。さすがキリュウちゃんだな。水がレインボー。そういうのじゃねえんだよな。何のようだ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは登場会の大門担がせてもらってる人間です。あ、登場会のあれか。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。護衛しないよ。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。美味しい店か、水炊きの店教えたのか。道島会長の行方です。え、大吾行方、どういうこと。ええ、実は昨晩会長は山笠組のまだらめ組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。少し知ってるけど途中で降ろしたよな。道島会長が面会終了後単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。もうめちゃたどり着いてんやん、ここまで来てんやん。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。その間に桐生一馬と分かったわけね。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。あ、会った時に顔見て分かったのか。まさかその運転手が登場会の4代目桐生一馬さんだったとは。正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか。途中までは乗せたけどその後知らないな。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんです、ね、ちょっとキリちゃんも思うことあるんじゃないの。行方不明って聞いてさすがに
関係ねえよ、シーラないとは思ってないでしょ。ほら、ぐっちゃぐちゃやんけ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、キリュウさん。どういうことだ。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。キリュウちゃんいられないだろうな。見捨てる。そうです。東上会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。ありえるよな、それもな。そんな状況だというのになんでそんなに冷静でいられるんですか。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。あいぞ。自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。大吾。愛沢。今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目。あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。それ多分知らないんだよな。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。あいぞ。どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまでしら切り通すんだよ。熱いやつだな。あいぞ。その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと。そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。あ、そう来る。なんだと。あなたが東上界の4代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですがあくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。逆じゃね。力ずくで。逆じゃない。本当のことを教えてもらう。仇に手を出すのか。仇に手を出すってのか。おお、そうだよな。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。暴力団だもんな。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。どっちがな。どっちがだよ。それは全力で行かせてもらいます。うわ、あの二人ともあれだよな、あの維新新選組にいたよな。あれ落とせなかった。落とせないこれ海に。大根おろし痛え。ずれてるから。ああまた。ああ絶対。いや一番嫌かもしんないこれ。極みの中で。離せ。ゴミ箱ばっかり。違うね。違う違う違う。こっちこっち。
合体技、合体技合体技ってのか分かんない。失敗したのかと思った。寝てろ。あ、こっちか。どっちがどっちか分かんなかった。さあ来いよ。ほら、あ、違う違う。足パタパタさしてのおもろ。操作が若干別のゲームと混ざってしまった。さあ来い。ああ気力がたまらない。やるのガードで確か溜めれるよな。極みで倒したいな。でもここに掴んでくんだよな。ほらいいか、もう行くわ。最後投げて終わる。いや、柔道やってそうなやつだから、こう柔道技というか。いや強すぎるんよ、キリュウちゃん。待ってください、四代目。まだ言うか、太一だ。俺が知っていることは全て話した。これ本当なんだよな。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。いや多分キリュウちゃんも心配してると思うよ、ダイゴがいなくなったって話。しかも自分が一番最後でしょう。何とも思っていないことはないだろう。待ってますね、達也。水崎の達也もういいってしかもここやんけ、走ってちゃうんか。もうええで達也は、もうセーブして終わりや。いや、大悟、またか。またいなくなったんか。あ、なに、はい。ん、ヒロカだけど、今大丈夫かしら。どうしたおばあちゃん。お疲れ様です。どうした。今朝の忘れちゃったから、今日のうちに連絡しておこうと思って。あのね、うちの会社、うん、今度、地域貢献活動の一環で、ゴミ拾いをやることになったのよ。まあ、さっき、まあ、ヤクザというゴミを、ちょっと片付けてきたところだけど、ですが、またどうして。うちの話じゃないんだけど、運転中に結構マナー悪い人いるのよ。休憩中に出たゴミ窓から捨てちゃったり、それが社会、街を全体の問題になっててね、タクシー会社の印象が悪くならないって。イメージ回復の下なんですよ、ゴミ拾いを。そうなの、なんかマッチポンプだけどね、まあ、やってないから、まあ、ちょっと違うかもしんないけど。で、悪いんだけど、鈴木さんも街でもゴミを見かけたらなるべく拾うようにしてもらえる。いっぱい拾った人にはご褒美出すって社長が言ってたから。わかりました。やれる範囲でやっています、よろしくね。まあ、あの俺も生きてる生身のゴミをね、一応片付けてるから、待ってて。チンピラとかいろいろ、光るもの、それゴミです。ゴミ拾いをしなさいと。わかりました、拾っときます。カール絶対やる気のないやつの言い方なんだよな。やってきます、頑張ります。はい、セーブします。お疲れ様です。じゃあね、またねー。